じゃあはい行ってみましょう。どうぞ。あなたの帰宅途中に、2、3個の、食品雑貨を買ってきてませんか。うん、落ちた落ちなかった。はいどうぞ。彼女は彼女の父親が現れて、その高級レストランに彼女を里連れて行ってくれた時に喜んだ。おい。その女優は、その彼の悪い振る舞いが、そのすべての悪い、演技が、うん、そのすべての劇を台無しにしてたとその男に言った。おい。そのなんか彼の医者のなんかアドバイスに従って彼は、高いカロリーの、お菓子を控えることを決めた。その委員会は、会議中で、その新しい会社のなんか政策を、細かくなんか打ち出しているとか、うん、彼の父親は、なんかブラブラすることによって彼の人生を無駄にしないように彼に警告し、そのいかなるチャレンジーズは、うん、困難を避けることによって彼の人生を無駄にしないように彼に警告した。あ、2回訳したね。はい。その新しい両親は、彼らの赤ちゃんの誕生に、うんうん、に喜びを持って噛み締めたとか、喜びで噛み締めたとか、あふれ返ったとか。そう、ブリムね、うん、縁ね、ブリ、縁がオーバーするで、わかった、縁、ブリム縁ですよ、縁がオーバーしちゃったぐらいに喜んだ、だからあふれるね、うん、はい、OK。 私は、そのなんか高速道路上のなんか、交通渋滞を考慮して早めに出る人がいます。うん、習うもんね、考慮する。その将軍は彼が、その敵はサナナイがカウントアタックをすることを予期していなかったということを認めた。サナナイって何？ん？サナナイカウントアタックって何？そんなにすぐに。あ、そんなにすぐにね。そんなにすぐにがサナナイって言うたな。うん。はい。彼のなんか仕事は溜まり続けて、彼は、毎日、ほとんど毎日、残業させられることを強制させられた。はい、どうぞ。その建物は、その国の勝利の記念日を祝うための、旗と、横断幕によって飾られていた。彼は、彼の、期末試験をやすやすとくぐり抜けた。そう、やすやすとね。経営がわがままにも、その職業員側の要求を憎することを断った。はい。そのなんか探偵は、その、情報提供者が彼に何か隠していたという印象を受けた、うん、得た、うん、何か隠し事をしてるね、はい。彼が彼の妻が来るのを見た時に、彼はすぐに彼の何かタバコ消した。彼の父親は、ブラブラすることによって彼の人生を無駄にし、いかなる困難も避けることによって彼の人生を無駄にしないように彼に警告した。はい。いくつかの事例において、使われていない、資金は、うん、来年の、資金年に国持ち越されるかもしれない。来年のこれファイナンシャルレーって何や、あ、ね、金融年、うん、会計年近い、あ、ね、なんていうのこれ、会計戦略、来年の会計なんていうの日本語、水折違う、ね、いやって書いてるじゃん、会計年、もう言ったもん、会計年まで、会計年度、そう、うん、そういう使い方するから、もうこれドンピシャ会計年度だから、うん、いい、ね、そういう日本語覚えてくださいね。わかりました。うん、会計年度、そういうもうこれ一単語これしかもう当たらないから、この日本語って会計年度ね。わかりました。また日本の3月31日で終わるやつね、会計年度、普通ね。はい。ラスベガスにいる間にショーを見に行くのかどうですか。うい。その女の子は彼女のクラスメートが、彼女に関していつもなんか全く、いじめられていると彼女に不満不平を言った。彼女に不満、その女の子は、うん、彼女のクラスメートが彼女にいつも戦っていじめると不満不平を言った。そうだろうな。 その上訴裁判所の裁判官は、うん、その、訴訟のなんか証拠を再確認し、うん、そのより低い第一審の判決を捨てたとか否定した、覆したとか。はい。その科学者の功績は、彼の同業者の功績というのよりもはるかに上回っていた。うん。私は、その作者と見渡しが成功しなかった。その教授は、彼女の、論文の部分は面白かったと言ったが、しかし、うんうん、それらの、論文の部分は、首尾一貫した主張には匹敵していなかったと言った。と言った。通る派ね。あ、はい。はい。
彼の医者のアドバイスに従って彼は高いカロリーの、うんお菓子を、控えることを決めた。はい。その雨は、昨日一日中降っていました。ドフ降りしていました。はい。そのなんか、歌手に、ステージ上になんか荒れるように対する歌手、その歌手の、正体がテレビ会社から殺到した。そのビジネスマン、経営者か、経営者がその大きい、薬物カルテルの一つの存在して隠れ蓑になっていたということは広く知られていました。隠れ蓑フロントね、前に立つってことね、その人がね。はい。あなたは本当にただ突っ立っているだけで私に全て任せるつもりですか？シットバックが違うって。じっとして何もしないで。何もしないが入るんだよ、これ。何もしないで。はい。そのなんか、ひよかたちはその映画を酷評した。酷評した。うん。その撮影、撮影からその俳優の全ての側面を、なんか、非難しながら。はい。その教授は、それが私たちのなんか物理学の理解を劇的に変えるだろうという、うん、あとその新しい仮説を提案した。はい。その、政府は、そのタバコへのなんかタバコへのなんか税金を、上げることによってその収入を上げようとした。上げることを決めた。はい。その夫と私は、私のなんか母方の、うん、私の義母か。義母と一緒に住むことを決めた。うん。義理の母ね。一緒に住むことを決めた。彼女は、彼女の手術後、すぐに回復し、今日仕事に戻った。はい。彼が、彼の歯医者の予約を待っている間に、彼は、うん、その待合室にあったその雑誌のいくつかのページをパラパラとめくった。はい。彼がそのか、ペインティング、絵を彼らに見せた後すぐ、うん、彼は、他の安全な他のためにそれを隠した。じゃあ、隠す。ウイスキーって言ったわけはね、隠すではないな。ちょっと取った。まあ、片付けるか。隠すはないな。うん。まあ、さっとアウェイするんで。はい、分かった意味や。で、片付けるね。さっとアウェイする、はい、片付ける。はい。私はあなたが私でもいいテニスプレーヤーであると知っています。だからそんなにくどくで言う必要はありませんよ。はい。その探偵は、彼が、彼が探していたページを見つけるから見つけることができるようになるまで、そのノートブックをめくった。パワーとめくった。はい。私はなんか人生かけて夢は、叶いませんでした、うん、彼のなんか有名なギタリストになるという夢は、うん、叶わなかった。だから彼は学位を取るために大学に戻った。はい。私の、会社は、うん、もしその不景気がすぐに終わらなければ倒産するかもしれません。はい。その主張は、議論は彼らの間、うん、その議論後、うん、彼らの間の物事がなんか滑らか、なだらかになるまでしばらくかかりました。うん、なんかなると、自動詞。他動詞でなだらかにするだと、彼らの間の物事をスムースにするのに時間がかかった。うん、はい、5周目。その政治家は、その戦争中の間、軍役を、なんか避けるために、家族のコネクションを使ったと言われています。言われていました。その小さな男の子は、その最初のおもちゃを買うために彼の貯金箱に手をつけた。はい。その教授は、彼女の、論文の部分は面白かったと言ったが、しかし、それらが、うん、シェビ一貫した主張には匹敵していなかったとも言った。はい。そのホラー作家は10年の間に1年に1作品ずつ次々と生み出していった。はい。その探偵は、手がかりを探しながらそのなんか、書類をくまなく探した。はい。その警察はそのなんか宝石店に貼っていたステークタートで貼っていて、そして、現場でその泥棒を捕まることができた。
現場じゃないんだって。あ、そ、現行犯でだ。現行犯ね。オンサイトは現場でしょ。まあ、次現場がこっちはもうどっちかというと現行犯だと。その中問題を避けるのはやめて次第に犯罪に入りませんか。カウントダウンですね。はい。本題に入る。本題に入る。本題に入る。あ、まあまあそうか。あ、まあそうだね。はい、始まる。その女性は、うん、その事件の記憶を書き消すのに彼の全力を尽くした。うん。うん、その作家は、彼の探偵ストーリーに対する筋書きを思いつくのを簡単だと思った。そして彼は、何年もの間に1年に2作品ずつ続き続き出していった。おい、その、社長さんは、うん、そのなんか倒産仕掛けている会社を支えるために、うんうん、彼の全ての、なんか資産を費やした。プロップの名手の意味は知ってる。はい、OK です。